ニューヨーク連銀が発表した10月の消費者調査によりますと、1年先の期待インフレ率の中央値は3.57%と、3ヶ月ぶりに前の月から低下しました。項目別ではガソリンが5%台に上昇した一方、食品は3ヶ月ぶりに低下しています。3年先の期待インフレ率は3.00%で、前の月からは横ばいでした。